ははいこんばんばマチュピッチピです今日ね先ほど5レースも予想したんですけどまあ特選の花レース12レースの方も簡単に予想させていただきますメンバー見ての通りです松浦広島深谷静岡脇本裕太福井軍司公平神奈川増木匠が栃木山崎賢人が長崎清水宏斗山口北井勇気神奈川 ー大阪まあ今をきらめくメンバーですよねあのもう本当に、うん、暮れのグランプリも言うてもいいぐらいの豪華なメンバーで山崎がねあああの、まああのまちょっとあれなんですけどまあ先だっての G3 優勝した時見てるとねあの山崎半年以上出てへんかったんやけど僕今年やってくれると見てます。 うん。いい回転してました。はい。あの、本当に、あの、思わぬところでストッとくるような感じすると思います。ナショナルチーム離れてね。で、ナショナルのいいところをこうパクってきてるんで。まあ、今日一着になるとかそういう話じゃないですよ。でね、このレースって、ほんま面白くって、僕はあの、初日特性あんまり予想する気なかったんですけど、ちょっと二つの意味で面白かったんで、 あの、まず8四4 2これこの間期待がですね引っ張ってもらってますよね軍事に今日お返しですよその意味で言うたらでこの間 G は、まあ、ね決勝宮杯準決勝落ちてんけどそれ深谷が3番とこんな豪華な自力のラインナップないですよ8四4 2でドカーンといってしもうたらね脇本が4・5番手にいんねやったら話は別やけど 7、8番で三3、3番来る。ことないんちゃいます。うん。来ることないです。まあ、期待がね、なんかひくったで、まあ、例えばこれは決勝とかやったら誰かがインにせる、あの、例えば、え軍事にせり込みに行くというようなことあるんですけど、離れす。急に全員決勝行けるんですよ。だから、初日はそういうことまではないと思います。だから余計に予想しやすいなと思いました。で、7番、1番は、清水宏斗と、 松浦,松浦はあのサマーナイトで3連覇してますね。今回4連覇が上がってます。これすごいことやと思いますよ。だけど、ちょっと今回のこのメンバーの中で、いや、ゴールデンコンビですよ。中国,四国,あの中国地方の。でも、ちょっと脇役めいて見えますよね。はい、で、3番球は脇本と小正龍さん。もう、初日は9着でもええんですけねどーね。 とあたりからまあ生き渋るってことないんやけど行っちゃったらこれもう両者で決まりですよ僕は来ないっすわ、うん、来ることないだからあのー、でもこれはあくまで脇本の腹一つなんであのー、まあたまにやんぴするでしょああやんぴみたいな3日間全力でもう走る足ないんですよ脇本。 休むとしたら初日特戦ですよ。ということですね。で、5番が、まあ、杉田組。これ短期なんですね。このとこも力ありますね。はい。それと、さっき言った山崎健人。今年、中盤から後半活躍しますよ。回転力いい回転力もとでも、でもここで勝つとか負けるとかいうのはないんかなというふうには思います。はい。うん。 別にここの後ろ行ってもいいんやろうと思うんだけど短期やりましたね、まあ、引いて8番手下手したら9番手なんのを嫌ったんでしょうね中段から前に行った方でチャンスあるぞってそういうことでしょうねということでこのレースはもう見方が簡単で期待です期待がドーンと行ってくれるまあそれが10のうち9ですよ簡単ですはい ボーンって言った三33バンクで後ろからまくってきた選手に合わせて軍事が思いっきり踏み込みますはい4224です深谷もね箱回ったらあの直線まあちょこんと刺すケースはありえると思いますあんだけの脚力やからうんしかし逆に言うと4 0 0深谷って追走技術がちょっと甘いんですよね だから、空いた選手にしゃくられたりして、その、追走できなかったいうケースはあると思うんですよ。その場合は4前です。はい。その場合はね、後ろ砂漠仕事せなあかんので、4を裏返しすることはないと思います。前4とかそんなないです。4前。はい。まあ、例えば4前に4に、この9点が本命やと思ってください。2着何来るや、わからないですわ。 うん、これだけの高メンバーなんで。で、穴は言うたようにね、胡椒と、その脇本の折り返しです。脇本がスコーンと行ってしもったら、うん、あの、まあ、ま、あ期待が仕事失敗したらですよ、ね。だから9のうち、さっき言うたように1ですよ。だからこれ穴になるんですよ。メンバーで言うたらこれ別に本命対抗でもええぐらいのネームバリューなんです。そやけど、3級にしましょう。で、ちょっと、 あ機体とは違う落車してるんでね古障は一層見てみな分からんところがあるんですよだから9からなんぼとかいうの書いてないのはそういうことなんですね一層これ見てみるレースうんということであのレースまとめましょうで最後はね大穴は真っすの一発ですうん 5番手あたりにスーッと回ってきたら軍事がまくったところズバッといく可能性があるんですよ。うん、あるいは軍事がちょっとなんとか期待を残したいななんか思った日には好意からつけてたら飛んできます。これを大穴にさせてもらいました。ほんで清水宏斗と松浦はなんか僕の中で今回さえその。 うーん、そこまで活躍するようには思います。決勝のメンバー次第でね、準決勝のメンバーで。から、ちょっと、うん、ほんま、好意にいそうな感じするんです清水博とが何もせえへんってわけじゃないと思うんですけど、ちょっとそれよりはまだ松木の方で怖いかなということで、呉前にしました。この子の華が頭が来た時も、2着何来るよわからないですよ。清水かもしれんし、松浦かもしれんし。絞ろうと思っても絞れない。ほんで、面白い山崎。 もう,いるしもう力で、あのー、脇本が突っ込むケースもあるやつって考えるともう善にせざるを得ませんでしたまあ僕はこっちでいきますけどねうんこっちでいきますどうしても244にはね浦貝さんと深谷もスーッと回ったらやっぱりさす力あるんでね うん、あの松戸はね思ったほど直線短くないんですよね奈良の三三と違っ奈良の三三なんて回ったらゴールいう感じなんであ,のあれなんですけどどうも松戸はそういう感じ僕しないんですよね、はい、切れ味ある直線の追い込み屋さんが突っ込んでくるイメージがすごくあるんです好意で回れば、うん、あのそういう感じであの明日のね特選はもうお金張るというより気楽にファンファンの目線で あの見るレースまあ、まだ勝負行くんだ5レースなので僕は、あの、ええかなと思うんですけど、ただ、何を勝ってもこれつくぞという、あの、メンバーですね。そやから、うん、頭決めて、パッと流すのも面白いかもしれませんね。自分のファン投票ぐらいに思ってください。僕はとりあえずこういう形で、あの、出しました。以上です。